次は虫を当てるかあり、その気持ちフルな全員集合カラフルピース、ドキドキワクワク見つけちゃおう、せーの、ねえねえ、はいです。はいです。カノです。今日は今回やるのは、以前から視聴者様にお菓子争奪戦の時、3人とも同じお菓子を買ってあげればいいじゃないですか、好きなお菓子を買ってあげればいいじゃないですか、一緒に買いに行ったらいいじゃないですかっていうコメントをたくさんいただいてました。実現させたいと思います。今からそれをやるんですか？はい、やります。で、今日はなぜか、はい、髪の毛も済みまして、あやさんとかのさんがペアの髪型になってます。ペア、仲間。これさ、すごいのが聞いて、かのさんさ、ストレートなのね、これね。あやさん後ろ、これ、わかります？長いんです。くるんくるんになってるの、これ、自前パーマです。さあ、じゃあ行きますよ。今回は50円以下で好きなお菓子をそれぞれ3つずつ選んでもらいました。目の前に出しますので、せーので取ってもらいます。 OK？ いい？私のだと思うものを選んでください。やばいやばいやばい、いきますよ。ここに出るのはあなたたちが選んだ、あなたたちが好きなお菓子です。1つ目、あ、じゃが塩バター。やばいやばいやばい、カメラが近いかしら、ちょっと下げますよ。おお、これぐらいがいいかな。2つ目、やばい、ヤングドーナッツ。はい、私のサイズを。3つ目、チュッパチャップス。誰が買っちゃうんだ、早く。はい、じゃあ行きますよ。せーの、ねー、どれ、私、どれ、全部私買ったやつなんやろ。これ違うよ、これ、これ、私これ買った、取り方キモいっすさ。はい、はやは手菓子をまた、ヤングドーナツ。え、チッポチャッポですけど。はい、わかりました。じゃあ一つ目これね。私買いました。だから分かったぞ、はい、分かったぞ。どういうこと？これは私のです。理解していってください。理解した。自分が買ったもの、自分の買ったものを取ったらかんよ。自分買ったものや、人のもの取るね。はい、行きますよ。私ちゃんと買ったもの、はい、1つ目、おー、私のです。じゃが塩バター。は、私のや。はぁ、ヤングドーナツ。おやじや、なんだ最後の2つ全部しょ。これ2位でしょ、2位でしょ。私でしょ。ねえ、どう、手を膝、ねえ。せーの、ねえ、私のやつ。はい、じゃあ、あやさん、ヤングドーナツ、じゃがしおバター、水かつぶ。ラストいきますよ。もうそろそろ気づいた、あなたたち。もう気づいたよ、うん、あれ、私最後忘れた。1個同じやろ。じゃあ行きますよ。もう一回言いますね。今並ぶお菓子っていうのは同じですね。あなたたちが自分で選んだ好きなお菓子です。1つ目、ニーニー、じゃが塩バター。あやちゃんですわね、これは。2つ目、はヤングドーナツ。ニーニーやん。これも喧嘩起きへんやん、どう頑張っても。3つ目、ねえ、最後のやつ違うだけやんか。気持ち悪いな、お前ら。合わせねえよ。せーの、はい、じゃあ自分の手元に置いてください。絶対見たのよ、お前ら。見てないよ、私欲しいもん。最後の3つが違ったらガチ気持ち悪い。はい、視聴者の皆様、多分ね、思ってることはたくさんあるかと思うんですけど、まず1つ目、視聴者様のおっしゃる通り、子供たちに好きなお菓子を自分たちで選んでもらいました。その結果、我が家何が起こるかというと、ほぼほぼ被ります。で、3人ともいっぺんに買ったわけじゃないんですよ。はい、持っておいでって言って、持ってきたのをママが全部把握してるので、多分ね、お互いに見てないと思うんですけど、私が最後に選びました。そう、カムスで行きましたよね。という結果になりました。まさかまさかの一品以外全部被るというね。この最初の時点で、あやさんがこれ全部私が選んでるやんって言った時に、なんで全部被ってるんですよ。
めちゃくちゃ被ってるんです。被ってますね。私これ美味しい。それは昨日私が食べたんだよね。美味しかったから。ほら私も美味しかったから。いやお前は食ってないやろ。食べてないけど美味しいと思ったけど。やばい。なんでよ。ミニおやつ争奪戦、こんな結果になりました。はい、面白くはないけど、まあ、それぞれ好きなお菓子買えたしね、よかったと思います。さあ、ここからがママたちのクイズタイムになります。あ、はい、お菓子前出してください。あなたたち、お菓子いろいろな種類食べてきたと思います。はい、美味しいお菓子から嫌いなお菓子、もう二度と食べたくないお菓子、もう常備にしたいっていうぐらい好きなお菓子、いろいろあるかと思います。その中でこのクイズを出すのはすっごく簡単だと思いますが、出したいと思います。今からママがあなたたちの前に3つのお菓子を出します。共通点探すやつ。あーいいねいいね。でも共通点は1つ。じゃあさ、ママの好きなやつ選ぶやつ。違います。今から出すお菓子3つの中から岐阜県の工場で作られたお菓子を探してください。もしくは教えてください。 あ、じゃあヒントありますか。あ、ないです。はい、行きます。あ、終わったな。でもあなたたち絶対わかるって。わかるクイズを持ってきました。1つ目はブラックサンダー。触っちゃダメですよ。気持ち悪いね。もろくない。1つ目。あ、いや、わかったかも。はい、カニチップ。分かっても言っちゃダメですよ。あなたたちならもう簡単ですよね。あ、じゃあ指差すんですか。なんかみんな違うのよ。3つ目。あ、待って。はい。シルコサンド。分かったもん。もうね、後ろに答えが書いてあるので触ってほしくないですね。どっちだろう。まず聞きます。あなたたちはこれを食べたことは？あります。ありますね。この中の一つは工場見学にも行ってます。分かりますね。どの一つ？ね、ああ工場見学っていうか、詰め放題っていうか販売所に直接行ってます。うん、おお、うん、戻る、はい、記憶ないね。この中の、ああ、ね、今思い出した。はい、この中の一つはママが好きでよく食べてました。ママ、はい、あ、じゃあそれってこと。それは何の関係があるの。あの、一応資料としてな。今言ったやつ、今言ったやつじゃないやつ、これじゃないの。それかもう二択ないの。二択、あやさんの中では二択、はやの中は二択しかないの。どれが二択、うん、二択になること自体がびっくりなんですけど、ママどっちやろ、どっちだっけ。販売所に行ったことある、これじゃないやろ。二択中の一回行ったことあるの、販売所に。うん、違う。ちょっとお互いにヒント出しちゃって。ちょっと待って。え、今の時点でどれかなっていうものを指さしてください。岐阜県にある工場で作られたお菓子は、せーの、はやはブラックサンダー、うん、あれ、おしるこかもない。あやさんはこれかこれかもやった。あー、私もでも前、まあ、小さい頃さ、おしるこのさ表示を見てなんか思った気がしんでもないんだよね。そうそうそう、私言ったよ、あやさんに。あ、これここで作られているんだ、へえ。意外に近いねっていう話をしてました。あ、もうこれ確定やん。私これだと思います。そう、小さい頃記憶があったような、なかったような、それは話した。で、ブラックサンダーは行ったからわかるよね。で、もう一つのやつは、わからへんって。これも結構食べてたよ。保育園で出るよね、これね。うん、おいしいもんね。そうそう。答えは？いける。答え言っていいか、3人の最終的な結果。私これだと思います。それ、うん、じゃあやっぱこっち上手いいの。あ、じゃあ3人の答えは知ることは合わせますね。知る。あ、じゃあまず真ん中のブラックサンダーはわかりますね。ブラックサンダー違うやろ。おいしそうな。どこやこれ。あ、ここや。あ、豊橋。あ、愛知県。はい、そうです ね、 近いね。3人が合ってると言ってた、そちら行きます。せーの。じゃあ、先に帰ってきたら教えてね。ジオでこんなやつやばくない？前の3年間の自己数イコール落ちか。外した。ねえ、あやのよ、取ったのね。はい、じゃあまずシルコサンダーどこでした？愛知。
ね、あれめっちゃ欲しくないね。外した似たけど、これは違うなと思ったの。話題もちっちゃいから。そうそう、あのおしるこサンドは全国的に売ってるらしいんですけど、カニチップは売ってないらしい。みんな知らんのやつ。マジどっちか迷ったんやって。私もこっちとかどっちか迷った。なんか私こっちが初めて見た気がする。これは絶対違うだと思う。ちっちゃいもんな。愛知県行ったもんね、うちは。愛知県の端っこ。すごくない。これ誰やろ。車乗ったらついたやろ。あなただけど。どこか知らへんの。あの、食べ歌って帰ってきましたよね。記憶ある。1、2、2って計算でね。食べていいこれ。じゃあ、あの全国的に珍しいカニチップのレビューをお願いします。美味しいのに、なんで喋んないの。見せてください、誰も見せずにその口の中。そうそうそう、はい、こんな感じです。カレー何の味がすんの。知らん。だから、ね、カニの味っていうのこれ、いつも通りの味。生地が、あのバレーショー、米粉、あとカニとエビが入ってます。エビ。これね、ちなみにね、順番的にはエビの方が量多いらしい。エビカニ。下の方に行くとカニエキスパウダーが入ってます。じゃあ味するの？でもエビかカニかって言ったら生地はエビの方がカニ。やったー、おしるこの好きや。おしるこ食べてみたい、初めて食べた。そうやろ。え、そうやん。これね、生地と生地の間にあんこが挟まれてます。あやはやたちがよく食べるお菓子でいろいろやってみました。すごい。おい、ちょっと待って、顔を見といて。ちょっと隠した人。あやか。挨拶の後に、せーのというので好きなお菓子を指さしてください。取ってはい、挨拶がする。シュートはなんよ。トップのカニを指差しやって。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。